ちゃお。LED 蛍光灯が届いたから、いつも通り明るいあっちゃんです。はい、ってことでね、あっちゃんも明るいね。はい。まあね、楽しく行きましょう。はい、やっちゃう。今日はね、鶏胸で、鶏胸フライにしようと思ってんねんけどね、作っていきましょう。はい。ちょっと待ってね。よいしょ。でね、キャベツをね、あれしましょう。サラダにして。置いとこ、もったいない。せっかくやったな。よし、ではね、作っていきましょう。よいしょ。鶏胸肉いっぱいこうできたからね。いっぱい作りましょう。ちょいかな。1キロ。これ何本？613と675、1300ぐらいこうだね。ちょっと買いすぎたかもわからんけどね。ハムにしてもいいんだけどな。ハムにしようかな。いや、めんどくさいな。しよっか。こう、こんな感じ、ね、ハムにしたら900ぐらいなのか。でも全部あげてもらおうか。まだハムじゃなかったねな。まあ、ハムね、自撮りの船でやったことがあるんだけど、自撮りの船やったらね、ハムあんま分からへんかっていうか、差が。だから、船はね、あんまりいい鳥で行っても、自撮りで言うと分からん。でもやっぱちゃうかな。塩でちゃうかも分からんけどね。
うまいわ。一緒にあげましょうか。蒸し、鶏天にするんでね、ちょっと一口ぐらいの大きさにいきましょう。めっちゃあるな。余るかな。余ったらまたでいいしね。よいしょ。塩。塩ね、まあちょっと。
塩を軽くして、これ岩戸の塩ね。で、米粉。中でね、粉でね、きっちり1枚ずつ剥がしといて、これで揚げていきます。これ皮で、ここにね小さじ半ぐらい、7.5g ね、入れて混ぜましょう。この塩入れてもらえたら、ギラプラ、あんまり2枚じゃなかったかな。もうちょっとか、小さじじゃない、スプーンでね、1ぐらいの、このもうちょっか、これぐらいのね、やばいと思う。ここにね、きっちり卵を入れて、パン粉を乗せます。
こんな感じでね、パン粉ね、あんまりないから、うまくね、きれいにまぶすようにして、どないか節約でいきましょう。半分残った。やばい。さあどうするか。うまくね。パン粉がもうなかったんよな。カッターだぞ。いやいや、カッターはずやねんけど。いきますか。これをドレーンで出します。ここにね。ソニックをちょっと入れて、でね、これをね、米粉でね、米粉で天ぷらにします。これで天ぷらにします。なんとかなるでしょ。あんたのやつやねんな。あんたにどっか売ってんけどな。青さのりを、ちょっと青さのりを、揚げていきましょう。さあ揚げていきますか。では揚げていきましょう。まずね、皮から揚げていこうか。
ラストはね、もう買ってきたコロッケをもう一回あげとこうと思って。冷めちゃったからさ。もう一回上がっとるからね。いつもできるじゃん。酒瓶ゲット。完成です。